今から有限会社西村サービスの SNS 事例発表を始めます。本日発表いたします2年目社員の木村です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに目次です。本日はこのような流れで発表いたします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。会社概要について、会社名有限会社西村サービスという会社でございまして、私たちが普段勤務している本社事務所と追加事務所という2つの事務所がございます。ホームページも先ほどゆうきゃんさんに移していただいたんですけれども、最近大幅にリニューアルをいたしました。インターネットで有限会社西村サービスと検索をかけていただくか、一番最後のスライドに QR コードも載せておりますので、そちらを読み込んでいただくと出てくるかと思いますので、よければお時間あるときに見ていただけますと嬉しいです。ざっくりと弊社の成り立ちについて説明させていただきます。1975年創業、もともとは西村電気設備という電気屋さんから始まりまして、1997年に有限会社西村サービスへ組織変更をいたしました。で、昨年度2023年に新事業の飲食事業、教育事業を開始、そして来年で創業50年を迎える現在成長中の電気工事会社でございます。現在弊社では飲食事業、教育事業、電気設備工事業、電気通信工事業という4つの事業を行っております。この中で会社の大部分を担っているのが、左と下ですね、下2つございます、電気設備工事業と電気通信工事業です。電気設備工事業では大まかにお客様の生活のサポートをするお仕事をしておりまして、具体的には業務用エアコンの取り付けや LED 照明の交換などを行っております。で、もう一つの電気通信工事業では大まかにお客様に快適な生活を提供するお仕事をしておりまして、具体的にはインターネットなどのインフラサービスの提供や、時には災害で壊れてしまったインフラ設備の復旧なども行っております。また飲食事業はエヌズボールという名前でたこ焼き屋を経営しており、本社事務所の駐車場付近に店舗を構えております。さらに教育事業では大阪府の箕面市に個別指導ワム箕面小野原校という小学生から高校生の個別指導塾も経営しております。続いて弊社で運用している SNS について、現在弊社では X（旧Twitter）、 Instagram、 Facebook、 YouTube、 ブログの5つを運用しております。X では天気や仕事の裏側をメインに投稿しており、時々社員のプライベートの写真なども投稿しております。 Instagram では社員紹介をメインに投稿しており、社内でのイベントや作業風景、あとは社員の日常なども投稿しております。 Facebook でも Instagram と同じく社員紹介をメインに投稿しており、作業風景や研修などの社内イベントも投稿しております。 YouTube では作業風景やたこ焼き屋さんの N ズボールでたこ焼きを焼く様子などを投稿しております。で、ブログでは社員が自由に趣味などを投稿したり、あと毎月お誕生日月の社員の方が書く誕生日ブログなども投稿しております。昨年度と現在について、昨年度と現在では大きく変更した点が1点あります。それが広報担当が1人からチームになった点です。昨年度弊社では1人の社員が日頃の業務の合間に広報を担当していたので、投稿頻度が偏ったりとか動画編集に時間が取れなかったりと、広報活動にあまり時間を使うことというのができませんでした。ですが、その経験をチャンスと捉え、今年は広報チームを立ち上げまして、チーム主体で SNS を運用していこうとしております。グラフを見ていただいても分かる通り、1人からチームに変更してから
広報活動にかけられる時間が合計で増え、少しずつですが動画投稿の本数なども上がってきております。まだチームになってから数ヶ月なので大幅な伸びはないんですけれども、これからどんどん各 SNS の投稿数も上げていく予定でございます。しかしながら、一人からチームになったことによって、一人の時にはなかった新しい問題点が増えました。チームとして動いている以上、複数人で同じ業務を兼任しているので、業務の振り分けや仕事にかけられる時間に差が出てきたりですか、仕事に対する熱量や能力的に得意なこと、不得意なこと、仕事にかかる時間にも差があるので、相手に自分と同じ熱量や容量の良さを持つことを期待して、やってくれないことに対して不満を持ったり、相手の人の意見の相違でぶつかったりすることが起きました。今からチームとして活動してから上がったメリット、デメリットについてお伝えしていきます。まずメリットについて、メリットは3点ございます。1点目、複数人で活動するため広報に充てる時間が合計で増え、さらに業務を分割できるようになった。これは一人からチームになったことによる大きな強みだと感じます。次に2点目、いろいろな部署の社員が集まって広報をやっているため、一人の時より写真や動画の収集範囲が広がった。現在弊社の広報チームには営業、現場作業員、事務の社員がいます。普段は全く別の場所で仕事をしている社員がチームとして集まったことで、一人の時にはなかった多様な投稿の話題ができたことがチームになった強みだと感じます。最後に3点目、いろいろな部署の人とコミュニケーションを取ることで様々な意見を知ることができる。現在弊社では会社の知名度向上や社内の雰囲気を伝えるために SNS を運用しておりますが、その背景には就職活動や市場開拓に使いたいなど様々な考えがあります。いろいろな部署の人とチームになることで、どのような目的で SNS を運用したいのか、またどのような投稿があったら嬉しいのかなど、部署ごとのニーズが分かりやすくなりました。またミーティングなどは普段コミュニケーションを取らない人との会話のきっかけにもなるので、いろいろな部署の人と関われることはチームになった強みだと感じます。次にデメリットについてです。こちらも3点ございます。こちらは解決策が見つかったものについては、解決策も合わせてお話しいたします。まず1点目、個々の業務の大変さがわからないので、役割分担が難しく、結果誰かがやると思って誰もやらない。こちらは前半の役割分担については、個々の業務の量や仕事にかかる時間というのが分かりかねるため、現在解決策を模索中でございます。後半の誰かがやると思って誰もやらないという点は、投稿した人が広報チームのチャットがあるんですけれども、こちらに投稿しましたと送ることで解決いたしました。チャットで連絡するという手段を取ってから、同じ日程で投稿が被ったりですとか、同じ人がずっと投稿しているといった問題点を防ぐことができるようになりました。次に2点目です。認識のズレで意見がぶつかる。こちらは言った事実に対して受け取り手が複数いることによって、理解した内容に相違が生まれたり、意見がぶつかることがあるという問題点になります。認識のズレが出る点は、ミーティング議事録の作成やミーティング中に違う言い回しで複数回確認をすることによって減らせたように感じます。また意見がぶつかる点に関しては、いろんな意見を聞ける点をメリットとして受け入れ、みんなが納得のいく案を探すことで改善いたしました。最後に3点目、投稿の雰囲気がまとまらない。現在は投稿の雰囲気を見返して、過去のです、投稿の雰囲気を見返して似たような雰囲気で投稿をしているんですけれども、同じフォントを使うや同じ配置、また似たような色味を使うなど、もっといい方法があるはずなので、現在解決策を模索中でございます。投稿の雰囲気がまとまると SNS としても見やすくなると思っているので、いい方法が見つけられたらいいなと思っております。以上6点が広報担当が1人からチームになったことによる変更点です。昨年度に引き続き SNS を通して西村サービスの良い雰囲気を伝えたいという気持ちは変わっておりませんので、
チームになった強みをこれからどんどん生かしてですね、これからどんどん広報としての力を伸ばしていければいいなと思っております。次に SNS 運用で気をつけていること。まず X で気をつけていること。似たような写真を連続で投稿しない。現在は毎日投稿することをメインに運用しておりますが、そうすると投稿の話題が少なくなりがちです。できるだけ似たような写真を連続で投稿しないようにしてはいますが、どうしても投稿する写真がないとき、通勤途中でサクッと撮れる新規の写真が多く、結果として似たような写真が連続で投稿されていることが多々あります。なので日頃から X の話題となるような写真を意識して撮り、できるだけ似た写真が連続で投稿されないように意識しております。Instagram で気をつけていること。投稿、ストーリーズ、リールを均等に投稿すること。また、リールのカバー写真は分かりやすいように文字を入れること。Instagram って、結構私は写真、ストーリーズ、リールの投稿がかなり偏りやすいというふうに思っていて、やはりストーリーズが一番手軽に更新できるけど、でも弊社のアカウントをフォローしていない方は、おそらくストーリーズよりも投稿を見られると思うので、ストーリーズも投稿しつつ、写真、リールも定期的に投稿するように意識しております。また、リール動画に関しては、サムネイルで何の動画かわからないと、見ようとはなりにくいと思うので、できるだけ最初のカバー写真で何の動画かわかるように編集することを意識しております。次に YouTube で気をつけていること。投稿頻度を上げる。YouTube は動画を編集してそのクオリティの高いものを投稿するというハードルが高く、昨年まではあまり投稿することができておりませんでした。そのため今年はショート動画をメインに定期的に投稿することを目標にしております。まだまだ編集に時間がかかるため投稿頻度は高くないですが、ゆくゆくは週1でショート動画を上げられたらいいねという話をしているので、そうなれるように努力しております。最後にブログで気をつけていること。全社員で投稿すること。弊社のブログはホームページの中にあるのですが、ホームページには顔写真付きの社員紹介も載せているため、気になったブログの投稿者がどの社員なのか、またこの社員はどのような人柄なのかをブログを通して知ることができると思っております。今まで紹介してきたブログ以外の SNS は社内の雰囲気を伝えるものに対して、このブログは社員一人一人を知ることに特化しております。そのため全員でまんべんなくブログを投稿していきたいというふうに考えております。しかしながら20代社員からしてみれば、ブログはなかなか馴染みがないもので、どのように投稿してよいかわからないといった社員がいることも事実です。そこをもう少しブログそのもののハードルを下げて、全社員が投稿しやすいように、西村サービスの和気あいあいとした雰囲気を感じられるような投稿ができればいいなと思っております。全体としては弊社の売りである和気あいあいとした雰囲気を伝えられるような投稿ができるように意識しております。 X はまだまだですが、 Facebook や Instagram などは西村サービスのアットホームな雰囲気が比較的伝わるように運用ができているかなと思っております。これからも弊社の良い雰囲気が伝わるような投稿を積極的にしていきたいと思っております。今後の SNS について。今後の SNS 運用についての目標3点ございまして、1点目が YouTube の投稿頻度を増やす。先ほどの気をつけていることにもあった通り、YouTube の投稿頻度を上げることを現在の目標にしております。まだまだ編集なども不慣れで時間がかかるので、数をこなして手早くできるようになりたいなと思っております。2点目、ブログ以外の SNS も全員で投稿。現状ブログは比較的社員全員で投稿できているイメージですが、ブログ以外の投稿はほとんど広報が担当している状態です。今後も広報が担当してもいいのですが、やはり社員全員が投稿できた方が弊社の良い雰囲気が伝わりやすいかなというふうに思っているので、もっと社員の SNS 投稿のハードルを下げていけたらなというふうに考えております。みんなが親しみやすく気軽に投稿できる、社内のほんわかした雰囲気を感じられる SNS にしたいなと思っております。3点目、就活生に向けた投稿にも挑戦。弊
現在は弊社の雰囲気や仕事風景を主に投稿しておりますが、今後は社内研修や会社の制度に関連した投稿などもできればいいなというふうに思っております。弊社では新しい試みとして来期から推し活休暇という申請をして推し活を楽しんでいる写真をインスタグラムのストーリーズやブログに投稿すれば休暇がプラス2日で増やせるという制度も導入されるので、このような会社の制度に関連した投稿なども増やしていければいいなというふうに思っております。最後に、弊社では今まで一人の社員が日頃の業務の合間に各 SNS の運用などをしておりましたので、なかなか広報に使う時間が取れていませんでした。しかし広報は企業イメージの向上や皆さんにより会社のことを知ってもらうために必要不可欠なものですので、もっと広報に力を入れようということで、この度広報チームを立ち上げました。まだまだチームも始まったばかりですので、困難なことや改善点たくさん出るかと思いますが、ゆくゆくは社員全員で広報が担当できるように、弊社の良い雰囲気を惜しみなく伝えられるような SNS を運用していきたいと思っておりますので、今後よりパワーアップした広報になれるよう意識してまいります。ここまでご清聴いただきありがとうございました。これで有限会社西村サービスの SNS 事例発表を終了いたします。